豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃、都の南に金目教という怪しい宗教が流行っていた。それを信じない者は恐ろしい祟りに見舞われるという。その正体は何か。藤吉郎は金目教の秘密を探るため飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ。その名は赤影参上。赤い仮面は謎の人、どんな顔だか知らないが、いなりと光る涼しい目、仮面の忍者が現れた。手裏剣シュッ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 、赤影は行く。豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃、琵琶湖の南に金目教という怪しい宗教がはびこっていた。この宗教を信じない者はたちまち恐ろしい祟りに見舞われた。天下を乱す金目教の正体は何か。藤吉郎は密かにラッパを放ち、その秘密を探っていた。ありがとうございます。皆の衆、よくぞこの霞谷に参られた。天下乱れ万物ことごとく滅びんとする時、我が金目教こそお前たちの苦しみを救うただ一つの道ぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。祈るのじゃ、ただただ信じるのじゃ、ひたすらに金目様におすがりするのじゃ。ありがとうございます。金目現状、金目様を信じぬ者がおる。誰じゃ。見よ、金目様の仏髪を。遅いの。湖南の霞田にまでならたかが一日の道のり。安兵衛、これは何としたことじゃ。ほう、それがしが払ったラッパ、いずれも手慣れのものなれば、あるいは我々の知らぬ新しい事実があるやもしれません。それは考えすぎじゃ。たかが知れた百姓相手のエセ宗教、いかに軍師としても竹中半兵衛、読みが深すぎる。これは殿のお言葉とも思われませぬ。たかが知れた百姓相手と申されまするが、一国、いや天下を治めるには弓鉄砲ではなく人の心をつかむことかと存じまする。いやー、参った参った。木下藤吉郎、今でこそ信長公の侍大将としてこの横山城を預かっているが、元はといえば尾張の高川百姓。半兵衛の申す通りじゃ。いや、これは恐れ入ります。
だがわしとしてはそちの読みが外れた方がよいのじゃ。取るに足らぬ邪教であってほしい。ん？これはよろしいじゃ。ああ、霞台に払ったラッパ、助けを求めるのろし。ではそちの読みが当たったのか。いかんながら。半兵衛、何を待つ。霞谷がどうなってるか知る手立ては。殿、そのために火玉を打ち上げました。必ず頼もしき者が参るはず。それ、うん、影をお呼びか。ここに。その者たちは。飛騨の赤影。同じく青影。影。殿、飛騨山中にて変幻自在の術を得得せし、類なき忍法者でござる。知らぬな。竹中様、我らを呼ばれたは霞谷金明教の探索、そしてラッパの救出。なぜ分かった。我らは人の心を見ることができます。おお、赤影、行ってくれるか。は、参ります。今すぐ行け、我らが影。この記念棒は切れんわい。そう。横山城へ戻るつもりじゃろうが。まあ、諦めるんじゃな。さあ、やめて。おじいさん、こんばんは。クモ、待て。何者じゃ。あのラッパ、我らが預かる。ゲッ。うまく逃げ終わせたつもりかもしれんな。この記念棒に抜かりはないわい。二人の正体暴いてみせる。しっかりするんだ。傷浅いよ、大丈夫だよ。金明教。金明教がどうしたんだ。目、光る目。うん、
光る目って何だろう。おい、小僧、連れの武家はどこへ行った。連れ、おいらの連れなんかないぜ。言うな。夕べからずっとつけてきておるわ。くたばったラッパにつけたこの貝殻小玉で全ては見通しだ。知らぬとは言わずに。へえ、そんな手があったのか。言わんと痛い目に遭うぞ。だって痛みつけて口を割らせろ。尋ね人とは私のことか。おお、とうとう出たな。ゆうべの礼はたっぷりしてやる。膝の若さで。こいつが青影だ。青影、抜かるな。大丈夫。これこれ。記念棒を見くびるではないぞ。言うぞ。貴様の仮面剥いでくれるわ。抜いた記念棒の体は鉄より硬い。
仲間の記念棒は思わぬ不覚で深手を負うた。相手は飛騨の赤影青影じゃ。青影は横山城へ向かったようじゃ。ガキ一人ほっとけほっとけ。飛騨忍者とて何ほどのことやらん。まずはこのガマ法をしにお任せあれ。見事仕留められるか法師。甲賀はもとより伊賀の忍びの秀才ひとたびも破れたことのないそれがしの秘宝誓ってかせみ谷には一歩も足を踏み入れ申さぬ。血の匂い。敵図を追った記念棒のに違いない。昔に仲間が連れ去った。味方の不覚を利用して敵を欺きおびき寄せるのはこれ忍びの習い。わざと血を落として己をここへ呼び寄せたのよ。次々新手を繰り出すところを見ると金目鏡にはよほどの秘密があるらしいな。まだここから先へ行くつもりか。ああ行くとも。どこへでも行く。行けるものならまずここまで上がってこい。よし。こっちへ来て金目鏡のところへ来いせ。忍法ガマ変化。
げ。必ず宇野が一命、この蒲法師がもらい受けるぞ。蒲法師は逃げた。だが金目町の攻撃はこれからだ。霞谷への道、そこには正体不明の妖術が次々に待ち構えている。頼むぞ赤影、頑張れ青影。金目町に近づくには、まずあの忍法蒲変化を破る手を考えねばならん。よし、やるぞ。やってみせる。